この講座は中学生、高校生の皆さんにぜひ、横浜国立大学の素晴らしい先生方のお話を聞いていただいて、この居心地のいいキャンパスも味わっていただき、先生方のお話も聞いていただき、充実した夏を過ごしていただければと思います。この中でまずSDGs という言葉を聞いたことのある方はどのぐらいいらっしゃいますでしょうか。手を挙げてください。はいはい、ありがとうございます。まあ、聞いたことあるから多分ここにいらっしゃったんだろうなと思いますけれども、もうご存知の通り、17の目標と169のターゲットがございますね。で、キャッチフレーズは誰一人取り残さないということで、今世界中で取り組んでいるテーマでございます。あなたは何かを買うときに、はい、第一にですね、その生産過程について少しでも思いを馳せますか。この例えば、鉛筆でもいいんですけど、これが私のところに来ました。これどうやって作られてきたんだろう、どうやって私のところに来たんだろう、少しは思いを馳せるっていう方どのぐらいいらっしゃいますか。はい、ありがとうございます。はい、先ほどの目標12、作る責任、使う責任というのは、持続可能な消費と生産のパターンを確保するというものなんですけれども、ここで一番関わってくるのが、まあ、消費に特化するとですね、エシカル消費っていうところになってきます。これが今日のテーマになってくるんですけれども、トキと暮らす里ということで、トキ、まあ、絶滅危惧されていたトキですが、トキがその田んぼの虫を食べてくれますので、無農薬でその田んぼを作れるということで、トキ踏んじゃったマイなんていうブランドもあるんですが、私なんかそれを積極的に買うようにしたりしてますが、こういう取り組みのものはなるべく積極的に購入するようなことを心がけるというのも一つの手だと思います。例えば児童労働なんかをやっているような企業のものを買っていけば、社会的にはまずい社会になっていきますよね。ですので、まあ、個人的な意思決定と、そして社会をどういうふうにしていくのかという、社会的意思決定があるっていうふうに、まあ、考えていただければいいかと思いますが、いいことをやっているものの、商品企業のものは積極的に購入する、そうでないものはダメっていうふうな感じでですね、積極的に日々この経済的な投票権を、発揮をしていっていただければいいんじゃないかなというふうに思っている次第でございます。ですので、まあ、一人の一歩がとにかく世界を変える一歩であるということを申し上げたいと思います。私の話はものすごく社会的なお話です。はい、いわゆる男女平等に関わるようなお話なんですが、なぜか入ってるんですね。SDGs の中にジェンダー平等っていうのが非常に重要な項目として入ってる。近代社会において人権ってことを考えられた時に、そういうことちっとも入ってなかったんです。どうしてか知ってます？フランスの人権宣言なんかには、そのリプロダクティブヘルスライツの権利なんて何も書いてないですね。なんで書いてないかっていうと、男性だけが人権持ってたから、女性は男性の財産だったから。で、男性には責任あったでしょ、自分の妻やそういうのに対してね、ケアをする責任はあったら、女性の権利ではなかったんです。で、男女平等になって初めて女性の権利としてこういうのを認めなきゃいけない。セクシャルハラスメント、これも新しいんですよ。意外と皆さんね、授業で話したんです。セクシャルハラスメントって概念できたのは1980年代にアメリカで初めてだったんです。それ以前は今のセクハラにあたるようなことが行われても全くどうしようもなかったんです。あらゆる女性が訴えても裁判所が受け付けてくれないんです。上司が毎日私をこう何ていうか食事に誘って、その後ホテルに行こうというような雰囲気で来る。それが嫌で辞めました。でも私はこの仕事をとてもしたかった。これは差別じゃないんですか。それは恋愛ですから、裁判所に訴えてこられても困ります。終わりだったんです。それじゃ困るということで、マキノンさんっていうね、マキノンと女性ですね、キャサリン・マキノンって著名な弁護士の女性がアメリカでそういう概念作って、やっと本当に何年も何年も何年も頑張ってついに意見を変えさせたんですね、法律家の意見。ジェンダー平等のための支援事業ってあって、これを横浜国大前受けたんですね。
でそのセンターへと発展改装しました。私副センター長です。これですね、はい、でセンターではこんなことやってますって。人権を尊重し、性別、年齢、国籍、人種、民族、文化、宗教、障害、性的少数者などであることを理由とした差別をなくして、これらの相違が個性として尊重され、その多様性が生かされる必要があるということで、7月に学長名でダイバーシティ推進宣言が出されております。まあ、ぜひ皆さん、またこれを持ち帰っていろいろと考えていただければと思います。井原先生、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。